それでは、今からのセッションは本日最後のセッションとなります。 D2 の3海賊版に関するセッションです。お時間がたくさんの話者の方いらっしゃいますので、立石さんにお渡ししたいと思います。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。聞こえてますね。はい、最後のセッションなんですけれども、皆さんご存知、ここに出てる方はほとんどご存知だと思いますが、2018年の漫画村が、もたらしたものということで、海賊版サイトの件について、若干おさらいというか、現状どうなってるのかというのも含めて、識者の方にお話しいただきたいなと思います。で、僕大学とかでも教えてるんですけど、さっきのセッションで見たようにプロバイダーという言葉がまず知らないのを驚くんですけど、それ以上に通信の秘密は知らない方が非常に多いと。これ国会議員も知らなかったりする結構するんで、そこはそんなの驚かないんですけど、裁判官とか弁護士の方でも結構例の漫画村の時よく分かったんですけど、知らない方も多くてですね、で なんでですかってとある弁護士さんに聞いたらですね、要は簡単だよ、司法試験に出ないからって言われたんですけど、その辺が本当かどうか宍戸先生に冒頭教えていただきながらお願いしたいなと思います。で私が喋っててもしょうがないので、まず順番にですね、まず宍戸先生から先ほどまで別のセッションに出てらっしゃって非常に忙しいのが申し訳ないんですけども、宍戸先生に、まずバトンを渡したいと思います。宍戸先生、よろしいでしょうか。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。これ私の方で画面共有したらよろしいですかね。よいしょ、こちら。はい。ご紹介いただきました東京大学の宍戸です。司法試験の交際委員も務めております。通信の秘密が試験に出るか出ないか問題についてあんまり長いことを言うと漏洩問題でいろいろ難しい問題が起きますので、あまり変なことは申し上げません。ついでに今日は全体として変なことはあまり申し上げないようにいたしまして、この後森先生からですねいろいろお話があるはずですので、私はですね基本的におとなしめな話をですね少しさせていただきたいと思います。で、スライドがですね投影されているかというふうに思いますけれども、通信の秘密と海賊版対策の現状ということで、10分ですよねお話をさせていただきたいと思います。で、こちら有名なもう一度2018年ブロッキング論争についてこの場合にお集まりの方はご記憶だと思いますけれども、振り返ってみたいというふうに思います。とにかく漫画村がですね、防弾ホスティングやクラウドフレアのサービスも使って、シミラーウェブのアクセス、カウント数によると月間1億だった。で、またこれも後でお話あると思いますけれども、そこから約3000億の被害という推計が、今年明かに出回って、大変大騒ぎになったというところであります。で、シミラーウェブによるですね、カウントが正しいのかどうかとかですね、この推計どうだというのは、それこそエビデンスに基づく議論だったのかということ自体、いろいろご議論あるわけで、もちろんそうだと思いますけれども、ただ、とにかくショックを受けたということは非常にあったんだろうと思うんですね。で、右にお示ししているのは、その出版ビジネス、あるいは出版文化におけるコミックの重要性と、とりわけ電子コミックの重要性というのが、非常に高まってきていると。すでに紙が売れなくなってきてるけれども、電子は売れるようになってきた。で、それで出版の屋台骨が支えられると。で、そして、その売れるというのは何かというと、コミックであるということで、そこにこういきなりいいですね、その漫画村のような大きい海賊版が出てきたと。他のですね、文化、あるいは他の、いわば芸術産業の場合には、海賊版に対する取り組みというのは前からいろいろな形であったわけですけれども、出版の側ではそれにちょっとやっぱ弱かったというところで、非常にびっくりしてしまったと。それからあとあまり政治運賃だったというようなところもあってですね、急にいきなりブロッキングという話に行ってしまったのかなというふうに私は思っているところです。で、首謀者は懲役3年の実刑判決というのも、これも最近出てきた話ですけれども、問題になってから3年かかっているわけですね。やっぱりそれがいいかどうかというのも一つの論点だろうと思っております。で、それで、論争の中身は後で森先生からいろいろ振り返っていただけるはずですので、ポイントだけ申しますと、最初、緊急対策、4月の緊急対策で、緊急避難構成がですね、出てきて、それに対する批判が世の中ありました。で、その保護法益として先行するブロッキングの唯一の例である児童ポルノと、それからですね、著作権侵害というのは状況違うんじゃないのかと、それから補充性といいますか、他の手段
を海賊版対策の手段取ってるのかという問題、それから法益の均衡というバランスがちゃんと取れてるのかと、で何よりも法律の根拠を欠く事実上の強制をですね、政府がやろうとしたんじゃないのかと、まあ、いろんな批判が世の中ありまして、まあ、あの一回これは止まったわけであります。でその後ですね、多速法数が知財本部で開かれまして、いろいろ議論した結果、結局そのブロッキング立法法制化は見送られると、両論併記すらできないということになったわけですけれども、まあ、誰が一番これここに至った要因なのか、まあ、いろんな要因があると思います。あのここにあの私あのなんていうかあの気が弱いので書かなかったですけど、まあまあ、あの当然ここに名前書いてませんけど、立石さんというですね、あの悪い人が後ろでいろんな糸を引いたというのはあると思うんですけれども、まあ、誰よりもタスクフォースであの森先生が頑張ったということと、それから、まあ、いわゆる和解法ですね、あの読売新聞 で、ですね、和解さんが非常にあの説得力のある議論をしていただいた、まあ、普通通信の秘密とかあの海賊版とか興味ないようなあですね、あの読売新聞の読者にですね、この問題を訴えていただいて、それはかなり政治にもですね、あるいは行政にも非常に影響を与えただろうというふうに思います。であと見ていて思ったのはですね、あの結局その本当に漫画あるいは出版の業界を救うためになんていうかブロッキングをやろうっていう人はいたと思うんですけれども、それは実際にはこう漫画がこんなにひどい目に遭ってんだから、この機にブロッキングや立法しようぜという別の思惑の人が結構多かったんじゃないか、でそれが議論しているうちにだんだん分かってきたということと、やっぱり自分局がブロッキング法制化を急いだと、まあ、具体的に言いますと、このですね、村井先生と中村先生が座長のタスクフォースでは、まあ、ある程度の 論点整理をして両論併記をして、あとはこう文化庁に持っていくと、で文化庁に持っていくと、まあ、通信側はほとんどいなくて著作権法のコミュニティの集まりになると、で著作権の法のコミュニティになると何起きるかということですけれども、ダウンロード違法化の時の議論を思い出していただければいいと思うんですけれども、その著作権法として美しいかどうかという観点から、著作権侵害であるもの全部についてそれに対するですね、あの権利救済手段としてブロッキングやろうぜという話になるので、まあ、止めのもなくですね、その要件であるとか範囲とかが広くなる。漫画の話というよりは、およそ著作権の侵害の救済手段として立法しようぜということになるので、これ大変な範囲になるものことが予想されたわけです。で、まあ、最終的には出版側もですね、議論していく中で、通信側との協力関係の構築というものを優先した方が得だということに、まあ気づいたということが最終的に何が何でもブロッキングやってくださいというふうに頑張らないで終わったというですね、一つのですね、背景事情としてあったろうというふうに私は思っております。で問題はそうするとということで、このインターネット上の海賊版に対する総合政策メニュー、これはあの池田さんから後でご説明があるんだろうと思うのですけれども、うん、あの一点ですね、あのこれは何ていうか自慢をするために申し上げるわけですけれども、あのタスクフォースで私が何をやったのかとか、まあ、私の振る舞いについていろいろなあのご批判も後で森先生からあるんだろうと思うんですけれども、一つ私があの気にかけたのは、その事務局が出してくる案っていうのがいかにも何ていうかブロッキングありきで、そのブロッキングがうまくいかない、ブロッキングしないとうまくいかないからという理由で、なんかいろんな案がごったに今デタラメに並べてあった部分があるんですけれども、そうじゃないだろうと、ちゃんと仕組みを作って、そしていろいろな対策があって、それでブロッキングっていうふうにちゃんとこの案を並び替えなければダメだとか、あの具体的な種の並び替えなきゃダメだってことを結構細かく出したんです、ペーパーで出したんです。であの事務局長、当時の事務局長からはですね、あのまるであの確証協議のような細かいペーパーをいただいて、公開の会議であの褒めていただいたんですけれども、まあ、だから最初の3本ですね、リテラシー向上、正規版流通対策、海賊版サイト対策の中心となる組織の設定、まあ、これがまず3つの基礎になる話であって、その後国際連携、国際執行の強化などがこう並ぶというふうに、政策メニューの順番がこう変わっているのは、実はどさくさに紛れて私が暴れて帰ってもらったっていうふうに自分では思ってるんですが、まあ、あのこれ変わってよかったなというふうに思っております。で出版通信の連携ということを考える上で、あのポイントになるのは、この3番目の中心となる組織というものをちゃんと作っていこうぜという話で、そのタスクフォースが進行している終わりのどん詰まりになる局面で、あの少しあの連携しようぜという話を、まあ、村井先生が後ろにあのおられて、まあ、あの出版の一番偉い方なんかとも話をされて、まあ、出版側だと福井先生、検索先生、あのそれから通信側で私はないと思うんですけれども、なんとなく通信側とお話ができそうな、なんていうか通訳として私ということで、その2人がまあ声をかける形で、今こちらにお示しします通り、
海賊版対策実務意見交換会というものが2018年の12月ぐらいからですね、あの30数回か毎月今やっていまして、30数回この間もやったところです。でここにはですね、あの出版社の海賊版対策の実務担当者、それから通信の実務担当の方に皆さん手弁当に出ていただいているとか、で出版側の福井先生をはじめとする弁護士の方、それから丸橋先生とか私とかがまあ入っているというところで、そのまずはですね、最初は結構複雑ないことを言い合ってですね、まあ、やっぱりブロッキング論争の、が引きずりがありますので、まあ、あの信頼構築と情報交換をやって、まあ、特に出版側のストップ海賊版キャンペーンにあの通信側の各社の皆さんに協力いただくとかですね、いうことをやってきました。でそれからそれを受けて通信側、出版側の方ではですね、その海賊版対策の中心となる出版側の司令塔組織として一般社団法人 ABJ という組織が今はできて、ここにも通信側の人たちがですね、あの会員者として加わられたり、またあの、まあ、関西委員会みたいなところに曽我部先生とかですね、のような人は入っていただいたり、あるいはあの SIA の吉田さんが入られたりということで、一応チェックして一応協力体制を作っていると、まあ、こういう感じになっております。で基本的にここまではですね、あの出版側の意向もあって、あまり政府各機関とはダイレクトにこの機関は連携しないということでやっていました。まあ、要するにあの政治に懲りたという部分があるんですけれども、出版通信側がいろいろ連携をしていく中で、なんとなくお互いが、要するにお互いが今のところ他の業界業種は映画とかそういうのはいざ知らず、お互いがいわばこう裏切って後ろから刺すってことないだろうというふうな、まあ、なんとなく信頼関係もできたということもあって、あの今日おいでになっているあの池田さんのようなですね、総務省側にもご協力をいろんな形でいただき、また知財本部や文化庁にもいろいろご協力いただくということになっているわけです。ですみません、予定の時間を超過しそうなので、あとは手短に申しますと、ただあの漫画村の後一旦こう海賊版サイト落ちたんですけれども、今どん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 伸びていて、今あの過去最悪と言われた漫画村級のものが3つぐらいあると思っていただければいい状況です。あの極めて危機的な状況です。まあ、多分 COVID-19 の巣ごもり需要もあるんだろうとかですね、あの、あれだけの議論して作ったダウンロード評価の効果はやっぱりあの限定的だったと。ダウンロードサイトから逃げるけど他のところに逃げるということになるわけですね。でまたまたシミラウェブですけれども、その今の上位10サイトの月間アクセスは3億アクセスだということで、この3億という数字が正しいというよりは、あの漫画村が3つあるとこういう状況ということだと思います。でその奥のホスティングサーバーはベトナムにあり、また他の CDN とは異なり、権利者からのキャッシュ削除等に応じない特定の事業者、CDN 事業者のサービスをこの巨大海賊版サイトは利用しているというのが実情であります。で、これで実務意見交換会では先ほど言いましたように、あの知財本部文化庁総務省との連携を強化させていただき、知財本部文化庁の方では外務省などとも連携して、特にベトナムにあの法執行の働きかけをですね、されているところだろうというふうに承知しています。で、あの総務省様との連携ということは後でお話あると思いますが、あの実務者交換会、意見交換会としてはレジストラー CDN とワーキンググループというものを設置しております。でこちらはですね、ポイントは2つありまして、1つは ICANN などの場において政府総務省、あの具体的にデータ通信課さんということになると思いますが、こちらにおいて、まあ、非常に問題のあるですね、あのサイトを野放しにしている、とりわけあの契約者情報とかをきちんと正確に把握していないというふうなことを平気でやっているようなですね、まあ、レジストラー、レジストリーとかさんとかについては、これ、ICANN の規約そもそも違反なのではないかと、そういうことについて、ちゃんとガバナンスどうなっているのかというような問題提起をさせていただいているというふうなあのことです。でそれからもう一つは CDN とあの出版社の関係の整理ということで、まあ、いろんなお話し合いとかのお手伝いをしたりとか、まあ、いろんなことをやってるわけですけれども、その中から生まれたのがあの情報法制研究所に最近自立レポートとして石田芳樹さんが丸橋さんとあのお書きになって、私も名前を名目上貸しているというペーパーで、 CDN の役割というのはそのキャリア ISP よりもホスティング事業者、プラットフォーム事業者に近いのであって、あのやはりあの海賊版の対策などにもうちょっとあの協力すべきでないかというようなペーパーを書いていただいたりしているところです。で最後になりますけれども、まあ、あのご案内の通り、あのブロッキング法制化論はあの漫画はでは火から火の手が上がるということはなさそうですけれども、他のところからは非常に強くずっと来ていると。で、まあ、そしてだって漫画だってほら結局漫画から退治でき
するまで時間かかったじゃないか、今や漫画村を超えるものが、その規模のやつが3つもあるじゃないか、漫画だって本当にブロッキングやっぱり必要じゃないかと、まあ、漫画を引き合いにしてブロッキングを求めるという人がまあ出てくるわけですね。でそれはまあ非常に危機的な状況だろうと思います。で特にこういったIJF などの場でぜひお考えを聞いただきたいのは、海賊版の問題っていうのはなんか抹消的な現象だというよりは、やはりインターネットガバナンスの問題が少なくとも外から問われる問題だということですね。で、まあ、インターネットの世界というのが自立分散協調ということで、これが大事だということはもちろん承知をしているのですけれども、そこでの協調というのはやっぱり誰かが困っているというときに、やっぱりもちろんできないことはしなくていいわけですけれども、外部と真摯に議論して協力すると。でただその際に当然表現の自由、通信の秘密、プライバシーというものがあって、そしてその中でできることっては何かということについて、まあ、マルチステークホルダーと言いますけれども、まあ、議論すると、まあ、お互いに信頼感を作っていって議論していくということが、まあ、非常に求められている状況だというふうに思っております。そういったことでですね、ぜひ今後 の IGF で2023年で大会開かれるという、日本で主催されるということですけれども、ぜひこういった問題についてもうまい形で取り上げていただけないかというお願いを、まあ、しているというわけであります。でさて私からは以上です。ご清聴ありがとうございました。静先生ありがとうございました。静先生最後まで大丈夫でしたよね。Q&A、大丈夫です、大丈夫です。はいはいはい、じゃあ最後にまとめて質問したい、させていただきたいと思います。じゃあ次、森先生お願いしたいんですけど、森先生、大丈夫でしょうか。はい、森でございます。よろしくお願いします。15分ぐらいいただいてお話をさせていただければと思います。よろしくお願いします。指導先生から、十分なお話がありましたが、指導先生からいただいたちょっと宿題をですね、部分的にこなしつつ、私どちらかと言いますと、そのこれまであったこと、2018年の論争についてですね、まあ、そこからその覚えておくべきことについて特にお話をしたいと思っています。でまずですね、その2018年の前にですね、この、2010年なんですけれども、その児童ポルノ対策として、ブロッキングが提案されて、この時にその検討したということが一つその重要なポイントではなかったかと思います。で、まあ、これも犯罪対策閣僚会議からですね、そのブロッキングの自主的導入ということを提案されて、で、まあ、それについてその、まあ、この自主的導入をその拒否してですね、決定もですね、まあ、おそらくはその法制化等があるんだろうということで、まあ、ブロッキングを自主的に実施したという顛末なわけですけれども、まあ、その際のですね、検討で、その、まあ、なかなかその児童ポルノというのは、その被害者、被写体のですね、権利侵害は非常に大きくて、その、まあ、生命にも匹敵するような問題だと、やはりその他の権利との関係では無理ではないだろうかということをこの時に検討していたということですね。これ一番下のところ赤字にしておりますが、2010年に当時の検討を公表したものですけれども、まあ、著作権侵害との関係でも無理じゃないだろうかという話をしていたわけでございます。で、まあ、すごい省略して簡単に言ってしまうと、その左側のですね、この緑の部分が、まあ、その法律上ですね、その保護されるべき権利ということなんですけれども、やはりその上下がありまして、人格的利益が上、財産的利益が下というふうになっていて、で、まあ、緑の方は普遍なんですね。これは大体まあそうであろうということで、その、まあ、人格的利益と財産的利益のその区分というのがまあ、あってですね、児童ポルノの被害というのはもう最上位に位置しているだろうと。で、まあ、通信の秘密もですね、まあ、最上位に位置しているんじゃないかと、いうことであるわけですけれども、匹敵するということになると、まあ、児童ポルノの場合はブロッキングできるんじゃないかと、そういう議論だったわけでございます。で、これはその財産的利益についてもですね、できるということになるとですね、まさに何でもできるということになってしまってですね、でこうなったら良くないだろうということを、まあ、2010年にしていたということですね。で、まあ、このインターネットコンテンツセーフティ協会で、児童ポルノブロッキング その、まあ、基準等を作って、やってきたわけですけれども、まあ、それから、まあ、8年経って、海賊版サイト対策として、やってくれという提案がありましたと。
いうことです。で、時系列ですけれども、2018年、まあ、全てはですね、2018年に、あったことなんですけれども、その一番重要なのは、この下から2番目、4月13日のその政府の緊急対策ですね、3サイトへのブロッキングが適当ということです。で、これをその、まあ、政府の公表前にですね、毎日新聞が、まあ、抜いたわけですけれども、で、このそのまあ、でその政府 の提案の内容は、まあ、この3サイトでのブロッキングが適当であると、いうことだったわけですが、やはりここでですね、非常にその重要だったのはですね、この、毎日新聞の報道の後、まあ、したがってその政府の公表前ですけれども、指導先生がそのちょっとそういう要請でブロッキングさせるのは無理筋じゃないかと、言われました。で、これがですね、やはりその非常に強いヘッズアップになったんですね。法律の、まあ、業界の特にその研究者の皆さんはですね、その指導先生の方を向いてますから、これでちょっとこれはなるほどなど警戒すべき話なんだなという意識が共有されたのではないかというふうに思います。で、まあ、その後の時系列ですけれども、6月になってですね、知財本部に海賊版サイト対策タスクフォースが、発足いたしました。で、まあ、これ、まあ、左側に吹き出しで書いてますけれども、その、まあ、賛否同数のような構成になってた、まあ、コンテンツ側とですね、通信側ということで、まあ、同数だったということですので、まあ、対立構造がその当初から明白であったということなのかなと思いまして、まあ、それがそこでの紛糾ということにつながっていったのではないかというふうに思います。紛糾もしましたけれども、紛糾についての報道もですね、結構盛んでですね、まあ、いろんなところでこう雑さ加減とかですね、不満続出とかですね、なんか激論とかですね、深まる対立とかですね、まあ、そういうことで対立を深めていったわけでございます。で、私なりに紛糾の原因を分析してみましたけれども、まあ、やはりそのタスクフォースの冒頭でですね、そのブロッキングありきではないという確認をしてもらいましたけれども、まあ、実際にはですね、ブロッキングありきのようにどうしても感じられましたということですね。本当はその海賊版対策、漫画のですね、海賊版対策なわけですけれども、海賊版を対策するというよりは、そのいろんなそのオプションがあると思うんですけども、それよりはそのブロッキングに向けた法制化を進めるという、議論の流れになっていたのではないかと思います。そして2番目にですね、このタスクフォース事務局の資料に以下の問題があったということ。まずこの世界42カ国で導入済みという説明がありましたけれども、まあ、これが本当かということですね。それからその、まあ、米国の状況を概観したというようなことがですね、その資料の中で出てきたわけです。そのタスクフォースの、議論の中でですね、米国の状況を概観したと。まあ、これは概観していない、実際にはですね、米国はブロッキングの、法案をリジェクトして、却下していますので、これは米国の状況は検討されなかった、まあ、ブロッキングやってる国のことだけ、概観したということです。それからその3000億円ですね、これは明らかに持っていたと言いましたけれども、まあ、これは持っていたんじゃないかと思います。ちょっとこれだけ後でご説明します。で、3番目にその大会議室の冷房の半分がですね、故障したと。これも紛糾に、拍車をかけたのではないかと思いますね。6月開始、10月終わりですので、まあ、大変暑かったということです。で、3000億円ですけれども、でまあ、こんなふうに4月のですね、その先ほどの緊急対策には書かれていました。被害額については流通額ベースの試算で、漫画村について約3000億円ということなんですけれども、これをですね、どうなのかということで、情報法制研究所が、情報開示請求を、してくれました。で、警察庁からですね、3月29日作成時の原案が出てきたんですね。で、これはまあ、4月13日が、まあ、正本で、3月29日案ということですから、まあ、ほんの直前のバージョンだと思うんですけども、まあ、そこ見ましたらですね、その全然金額的には違うんですね。ちょっと簡単にまとめたものが、次のスライドですけれども、3月29日案では、大手出版社 A 社は直近年度において数十億円以上割合にしてこれこれの、売上減、大手電子書店および支社の売上減は総額20億となってたのが、2週間後のですね、4月13日には3000億円というふうになってましたということです。
どれだけその損が出たかっていうのはやっぱりその売上減少等について、イメージ普通の人はするんじゃないかと思いますけれども、そのシミュラベブを使ったですね計算というのはですねその世間がイメージする被害額とは、違うのではないかと、ちょっとこれ持ってるんじゃないかと、いうことでございます。でそんなこともありまして、先ほど指導先生からですね激闘したと言っていただいて大変光栄なんですけども、やはりその私一人でですね言っててもですねそれはダメなんですね。それはご利用しなんです。で実際にはですねその通信側の委員この半数がですねその取りまとめに反対をするということで意見書を出してたということが聞いたわけですね。ここの足並みが揃ってたということです。でその結果として、取りまとめができず従って法制化に行かなかったということだと思います。でその後ですけれども、その後もですね割とこういろいろこう報道してもらいまして、無期限延期とかですね、そういう感じになりまして、こんな感じに報道されて、収束していたと、一旦ですね収束していたということです。で近似の動きですけれども、私はそんな困難でですね、あまりその後のことでですね、協力できなかった部分もあるんですね。ちょっと若干出入り禁止になってしまったところなんかもありまして、指導先生のようにですね、その後いろいろご協力するわけにも、いかなかったわけですけれども、私が承知している限度ですと、やはりその主犯の刑事判決が確定したということは大きいのではないかと思います。福岡地裁、令和3年6月2日の判決で、懲役3年、罰金1000万円で追徴金が6257万円ということですね。実刑判決です。裁判所はですね、二骨のところですが、著作権法の禁じる送信可能化行為の中で高度な違法性を有している犯行だったと。で3番目、作家が生み出した作品を漏接して利用し、正当な権利者の犠牲のもとに、自ら多額の金銭を得とした動機も著しい、厳しい批判を免れないというようなことを言っております。で先ほどですね、指導先生からもですね、これは漫画の話じゃないんじゃないのかというお話がありました。その本当にですね、その漫画が危ないから漫画を守ろうという話じゃないんじゃないのという疑いがですね、私も個人的には非常に強く議論を進めていく中で感じられまして、これも近似の動き、今の話ですけれども、MPA セミナーを開催しますということでですね、MPA というのはですね、モーションピクチャーアソシエーションの略なんですけれども、アメリカ映画制作者配給者協会ですかね、アメリカの団体であるということです。でここがですね、確か2018年も同じようなことがあったんじゃないかと思いますが、17年かな、このようにこの基調講演のようにですね、このサイトブロッキング法制化におけるプライバシー権と通信の意味、これブロッキングしてもいいっていう話なんですね、簡単に言ってしまうと。で基調講演3もそうで、通信のプライバシーの合理的な期待、ガラパゴスの国の通信の秘密ということで、通信の秘密というのはそのガラパゴスであるということを高橋郁夫先生がお話ししてくださるというようなことでですね、こういったそのキャンペーンが行われるわけですけれども、これは漫画の方から来ているのではないということですね。この MPA から来ているということです。MPA はその本国アメリカにおいてはですね、そのブロッキングがその法制化ができなかったといういきさつがあります。でこれはその EFF、電子フロンティア財団ですかね、アメリカ の著名な消費者団体ですけれども、その2018年のですねその7月付のエントリーで、トゥジャパンリジェクトウェブサイトブロッキングということで、日本でそのブロッキング提案があることを承知していると、これを却下せよというですね、メッセージを書いてきてくれているということです。で、以上がですね、経緯のご報告なんですけれども、その本日のテーマ、インターネットはいつまでもトラステッドであり続けられるかということについて、そのちょっとだけこの海賊版サイトも絡めてですねお話ししたいと思いますが、一つはですね、そのインターネットの自由を守るそのトラステッドであるための守り方はその国によって違う面があるということです。これは私もこれ実は指導先生のこれも受け売りなんですけれども、その日本の場合はですね、その通信の秘密というものが割と前面に出ているんですね。
で、EU はご案内の通り GDPR がありまして、プライバシーの保護が非常に強い。そして米国は表現の自由ということにその強いコミットをしているわけですね。で、なので、それぞれ違うわけです。ですので、その例えばその GDPR についてですね、これをガラパゴスとは言わないと思うんですね。それぞれ国によってやり方が違うということです。まあ、これはその GDPR と日本の個人情報保護法のちょっと比較ですけれども、GDPR の方がですね、保護のレベルが高いということは、その皆様ご案内かと思いますので、省略いたしますが、まあ、したがって、そのドイツでブロッキングやってるから日本でも大丈夫っていうのは必ずしも正しくないんですね。そのプライバシーや表現の自由について、外国と同じ強度の制度がない、通信の秘密に依存している面が日本の場合あるわけです。その GDPR のですね、その十分性認定の議論の時にもですね、日本には通信の秘密があるということをですね、こちらから主張されてたんではないかというふうに理解をしています。したがってその通信の秘密を外すとですね、それ以外は弱いものですから、インターネットの自由が損なわれる事態が容易に生じるということですね。トラステッドであり続けられるか、トラステッドであり続けるためにはですね、やはりまあ努力と工夫がいるのではないかと思います。でなぜならさまざまな思惑、先ほども思惑と、いう話がありましたけれども、思惑があるからですね、違法情報ブロッキングの他にもですね、DMP とサードパーティークッキー、リクナビのようなお話ですね、ウェブサイト閲覧していると、いろんなことをその知られてしまうと。いうこと、それからそのゼロクリックサーチのような問題ですね、ちょっと今日はお話しする時間がありましたけれども、はありませんでしたけれども、自律分散協調の分散ですかね、これを喪失されてしまう、インターネットがですね、その非常に大きな、グローバルプラットフォームによってですね、その何て言うんでしょう、集約されてしまうというかですね、まあ、そういう問題、それからそのキーワード令状のようなものですね、その警察による監視に使われてしまうんではないかと。いうこと、それからLINE の問題、つい先日特別委員会の報告書の公表がありましたけれども、まあ、外国のガバメントアクセスを受けるんではないかということで、そのインターネットがですね、その怖いものになる危険、トラステッドでなくなる危険というのは、至るところにあるということです。したがってその、まあ、いつまでですね、トラステッドであり続けるか、これは我々の努力と工夫にかかっていると思います。以上です。ご清聴ありがとうございました。はい、森先生ありがとうございました。微妙に宍戸先生のあれに答えていただきありがとうございました。それでは3人目になります池田さんですが、はい、池田さんここにいらっしゃいますので、ここでという形になります。これですか、ね、はい、ありがとうございます。はい、総務省の消費者行政第2課という部署に所属しております池田と申します。本日は機会いただいてありがとうございます。いつも宍戸先生、森先生には有識者としてご意見賜っているところで、同じ場で発表させていただくというのが非常に恐縮なんですけれども、本日はよろしくお願いいたしますとも言いましたものの、実は、まあ、小職の方から説明しようと思ってたことっていうのは、おおよそ宍戸先生と森先生の中のご説明の中で非常に分かりやすくご説明いただいてしまっていたところでして、あいつまんで現状政府における、まあ、取り組みの重点の部分であるとか、もう少しそのスペシフィックな総務省としての取り組みっていうのはどういったところにあるのかというところと、あと今後の方向性であるとかメッセージというものをお話しできればなというふうに思っております。でこちらのスライドはですね、先ほど宍戸先生のスライドの中にもありましたけれども、2019年に取りまとめられた、政府全体としての海賊版対策に向けての総合メニューというふうに我々呼んでいるものになっております。でこちらは2021年4月にですね、状況の変化を踏まえて更新というのが行われたところです。でポイントとしましては、宍戸先生に大変なご尽力をいただいて順番のせいというのも行ったところなんですけれども、やはりその政府全体として正規版の流通ですね、というのは海賊版と対策の、まあ、本丸のところというのをしっかり進めていこうというところもきちんと位置づけられているところと、いう中で、他のですね、対策も、いろいろ含まれています。その中の一つで今政府全体の中で重点が置かれている部分というのが、ここに挙げています国際連携、国際執行の強化というところに、特に重点というのが当たっています。
で、これも先ほどの先生方のスライドの中にありましたように、海賊版サイトのホスティングサーバーというのがどうもベトナムにロケートされているらしいというところは、公表情報 からもですね、探知できているところです。で、これを踏まえてですね、日本の警察当局からも、ベトナムの公安当局に対して、この著作権侵害に対する検挙というところについての働きかけというのが行われています。ベトナムという国は著作権制度自体がですね、もともと自然発生するものじゃなくて登録をしなきゃいけないとか、検挙するにあたってああいう情報をよこせ、こういう情報をよこせっていう話もあるみたいで、時間は少しかかってるみたいなんですけれども、やはり海賊版対策において一番 の悪者って誰っていうと、別に出版業界でも通信業界でもなくって、そういった他人の権利を使って勝手に金を儲けようとしているその犯罪者たるアップローダーはその人だと思います。その人に対する、しっかりとした法執行っていうのを政府としても重視しているというところです。で、後ほど総務省の取り組みというところでもお話をしますけれども、その他ですね、こちらに挙げていますような、アクセス警告方式というふうに、我々アクセス抑止方策とも呼びますけれども、セキュリティ事業者との連携によるアクセス抑止の方策というところであるとか、発信者の特定の強化といった制度、あとは先ほどの国際執行の部分にも若干関係しますけれども、ICANにおける、ドメインの不正利用対策というところを総務省としては注力をしておりまして、この説明を続けて行ってまいります。で、今申し上げた総務省としての取り組みなんですけれども、こちらは2022年の12月に、公表しました総務省における政策メニューというものを公表しております。で、こちらは大きく4つの柱を設けて、話としておりまして、まず1つはその、どうしようもなくそのサイトにアクセスしようとする人というのも中にはいるかもしれませんけれども、そうではなくって、まだその分別がついてないお子さんであるとか、そもそもそういうのが違法だっていうことを気づいてない方に対する情報モラリー ICT リテラシー向上のための啓発活動というのが重要であるというふうに考えて、その取り組みを進めております。後ほど詳細 を触れたいと思います。で、あと2点目としては、先ほど言及しましたセキュリティソフトですね、セキュリティベンダーの皆様にご協力いただきながら、海賊版サイトのアクセスというのに、警告を表示することによってアクセスを抑止していこうという方策を促進しております。また発信者情報開示に関する取り組みというところにも取り組んでおりまして、こちらはですね、これも講述しますけれども、プロバイダ責任制限法というふうに通称されている発信者の特定に関する手続きを定めた法律がございまして、その法改正を行うことによってより簡便な手続きを可能にしたものです。あと4点目としては国際連携の推進というところを挙げておりまして、こちらはドメインですね、海賊版サイトであっても必ずインターネット上に住所を持つ上でドメインというのを誰かから発行を受けて、そのドメインを使って海賊版サイトを開設しています。で、ここも ICANやその ICANから配布を受けたレジストリー、レジストラからの割り当てというのを受けているんですけれども、海賊版サイトなどの不正利用に対する事業の対策の強化というところを国際フォーラムにおいて働きかけていっているところです。はい。で、こちら、これからはちょっと簡単にその事業 の詳細をお伝えしていこうと思いますけれども、こちらに挙げていますのが、その ICT 情報モラルやリテラシーの向上といったところの啓発活動の例です。で、大きく総務省と、文科省であったりとか、出版業界の皆様と連携しながら進めて おるところです。1番目に挙げているネットキャラバンというのが、学校の教育現場等に対しての出前講座を実施するというところで、ここでも違法ダウンロードの違法、ダウンロード、すみません、ダウンロードの違法化に関する、項目というのを盛り込んでおりますし、で、またそのインターネットトラブル事例集というのも総務省において発行しております部分でも取り上げております。で、副啓発動画というところで、出版業界の皆様と連携の上で、所有者のコピーライトを利用した啓発動画というのを作成し、各社のご協力をいただいて、それを普及展開をしていくという取り組みを行っております。はい。で、こちらはですね、少し日本独特の取り組みになるんだと思います。セキュリティソフトを用いたアクセス抑止の方策の促進というものを行っております。
こちら何かと申しますと、端末におけるフィルタリングの機能の強化というところでして、海賊版サイトに自体ですね、マルウェアであったりとか、そういった感染の危険というのはあるサイトも中にはあるというのもありますけれども、ダウンロードが違法化されたことによって、そこに悪意なくアクセスするということも、ユーザーにとっては一つリスクという状況、位置づけが可能になったかというふうに思っております。その中でセキュリティ事業者の、トレンドマイクロ様やマカフィー様といったセキュリティソフトベンダーの皆様、あるいはそのフィルタリングを、スマホに導入することを、促進している、MNO の各社の皆様との協力によって、海賊版サイトにアクセスしようとした場合には、右下 に挙げているような警告表示がなされるような取り組みというのを連携して行っております。でこれはその前段階にあたってのユーザーの意識調査の結果なんですけれども、そうしたそもそもユーザーの多くは海賊版サイトにアクセスしたいと思ってしてるわけではなくって、よく分からずしてるとか、そういった方が多いというところなので、こうした警告表示というところで、十分その警告が表示されたらそこを突き破っていくという行動をせずに、ブラウザバックする等の行動を取っているというふうに、予想されているところです。でこのスキームの運用にあたっては、どういったサイトをそのリストの対象とするかというところで、出版業界の皆様に選定いただいたリストというところを SIA を通じてフィルタリング業者等に提供しているところです。でこれもですね、やはり2018年当初には見られなかったですね、通信業界と出版業界の皆様の間での信頼関係に基づいて行われている事業であるというふうに理解しております。ちょっと時間が限られてますので、端折り5つになってしまいますけれども、こちらがですね、プロバイダー責任制限法の改正に係る概要となっております。よく著作権侵害の世界においては、発信者の情報を特定するためには、米国法である DMCA が使われることが多いのですけれども、それとは開示できる情報の範囲とは異なりますけれども、日本における裁判手続きによっても、違法な情報を発信している社の情報を特定することが可能になっています。でその改正という内容がですね、ちょっと細かいんですけれども、もともと2つの裁判手続きによらなければいかなかった発信者の特定というところが、新たな裁判手続き、受賞手続きを創設することによって、1つの裁判手続きによってする行うことが可能になったと、これによって迅速化、簡素化ということを図ろうとしている内容のものでございます。でこちら、事業の内容の最後になるんですけれども、海賊版対策に向けた国際連携の推進というのも行っています。今先ほどベトナムのホスティングというのが問題というふうに申し上げましたけれども、仮にこのベトナムの問題が解消したとしても、じゃあ次はどこだろう、旧共産圏であるとか、南米だとか、そういったところにサーバーを移して、同じような事業を続けるという可能性も十分考えられます。だから局所局所の対応というのは必要ですけれども、それに加えて国際連携、国際フォーラムにおける働きかけというのも重要であるというふうに考えております。で今ちょうど ICANN 72が裏で行われているところだと思いますけれども、これまで その ICANN 70と71においてですね、ICANN を諮問する政府諮問機関としてのギャップという会合がございまして、そこにおいて日本からの働きかけというのを行っております。で、宍戸先生にもご説明いただいたように、ドメイン名の登録の情報収集、あと身元確認、あと不正利用があった場合の対策強化というところを、提案いたしまして、米国や欧州といった各国からの賛同も得ながら、不正利用対策というのを図っていこうという、イニシアチブが ICANN において、今現在も進められているところです。最後はメッセージになるんですけれども、これも宍戸先生に先に言われてしまったんですけれども、海賊版対策というのはインターネットガバナンスのあり方そのものに関わる話であるというふうに考えております。インターネット上における自由、あるいは表現の自由というのを守るためにはですね、マルチステークホルダーによる議論と各主体が自発的な行動によって、その解決に向けた働きかけということをすること自体がですね、行政とか権力からの介入というのを防ぐ一番の有効策であるというふうに考えています。行政の立場の人間が言うのもちょっと変かもしれないんですけれども、それこそがインターネットという世界の本質であるというふうに信じています。で、やはりその海賊版というものを見てもですね、今まで光が当たっていなかったけれども、こういう主体も関係しているよなという主体もやはりまだまだ、
いるというところが最近明らかになってきていますし、やはりその複雑なエコシステムの上で海賊版というのも声が行われています。もともとのその ISP 電気通信 の、 フィジカルなレイヤーを持っていらっしゃる皆様もそうですし、SNS 事業者とのコンテンツレイヤーの提供者の皆様、あるいは検索サービス、あとその海賊版対策の海賊版サイトの収入源にもなっているの広告を配信する事業者の皆様、あとは、CDN という比較的新しいですけれども、コンテンツを、配布しやすくするサービスを提供する方、また、ドメイン関係のレジストラント、この各社というところの、協力というのが必要ですし、何よりユーザー一人一人の皆様というところでも、意識と問題解決に向けた問題意識を持っていくというところが、このインターネットの自由、ガバナンスというところを働かせる上で、必要な要素であるというふうに考えております。はい、長くなってしまいましたけれども、私からの発表は以上でございます。はい、どうもありがとうございました。それでは最後に、田中さんにお願いしようと思うんですが、田中さん大丈夫でしょうか。聞こえますでしょうか。はい、お願いします。画面を共有いたしました。よいしょ。よろしくお願いします。京都情報大学院大学助教の田中と申します。今回のテーマについて個人として考えたことを今回お話しさせていただくというような格好になります。専門家としての立場ではないところもいくつかあるかもしれませんので、どうぞご容赦ください。本日のテーマですけれども、このインターネットはいつまでもトラステッドであり続けられるかということで、この、テーマについてちょっとどこがキーポイントになるのかなというのをちょっと分解して考えてみました。でそこをやっぱりですね、そのトラストというところ、それから表現の自由、それから民主主義っていうところがこの IGF のテーマの中の一つとして関心を持たれているからこそ、この漫画村のことがこのトピックとして上がってきたのかなというふうに考えます。そんなことを含めて私のちょっとバックグラウンドを踏まえながらお話しさせていただければと思います。私はですね、日頃メディアコミュニケーションという科目を京都情報大学院大学という専門職大学院で担当しております。でこの職をに就くようになる前はですね、グローバルボイスというグローバルな市民の声を届けるインターネットメディアで英字ニュースを書いておりました。特にですね、アドボックスというプロジェクトがありまして、このアドボックスではインターネットと表現の自由に特化した記事を投稿しておりました。中ではヘイトスピーチ、ディスインフォメーションや法規制に関する市民の反応などを取り、特に日本の事情について英語で発信してまいりました。そこからそれをしてたのが2013年頃なので、結構しばらく経つんですけれども、今はちょっとガラッと変わっているのかもしれませんが、教育領域におけるデジタルクレデンシャルについてどういったものが教育の価値を高めていくのか、デジタルクレデンシャルのテクノロジーが教育にどういう影響を与えるかという示唆について調べています。今ちょっとこれまでの先生方のお話にあったところでちょっとふと思い出したので余談ですけれども、なんかその漫画じゃなくて他のところからこのブロッキングの要請は来てるんじゃないかというお話があって、私もこの問題をですね個人としてずっと関心を持って会話を追っていたんですけれども、当時、その頃ですね、2018年頃にちょっとたまたまこういうワシントン系のシンクタンクの資料を目にしました。ウェブサイトブロッキングが世界でノーマルになっているというような記事があって、同じような時期だったので、どういうことかしらというふうに思った記憶がございます。で、決して多分その、海賊版サイトに対する緊急措置であるので、海賊版サイトがなくなればいいんですけれども、なんかそのもっと悪意がもし性悪説にのっとってこの今回起きたことを振り返ってみると、なんかこういう悪い意図でですね、著作権侵害対策でいろんな悪いことができてしまうんじゃないかなというのも少し思ったりしました。でプロセスで
不適切なことがあったというようなお話、森先生の方からございましたけれども、まあ、なんかこういうことって実は日本だけではなく他の国の著作権法の改正ないしはインターネットに関する法律で、まあ、ちょっとそのクローズドアでのディスカッションだったりとかで同じような共通するところが見られるなというふうに個人的に思っているところであります。さて、今回 の, そのインターネットトラスティッドであり続けるということとブラッキング要請の衝撃、今までのお話ではその法律、憲法とか法律という観点からそれは民主主義の根幹揺るがすものだというふうな捉えるのがメジャーな捉え方だと思うんですけれども、まあ、その単純にそこをよく理解してない人にとってもテクノロジーコミュニティにいればブロッキングの要請というのはちょっとなんで急にこうなったんだろうなというのを私も一人すごくショッキングだったなというふうに思ったんです。でなんでそういうふうに感じたのかなっていうのをちょっとざっくり思ったんですけれども、それはまあ私たちが日頃、まあ、インターネットで食べ物を食べれるようになるわけでも、住むところを提供してくれるわけでもないけれども、まあ、その仲介だけではなくって自分自身の安全とか、それからその居場所、コミュニティのようなものであったり、まあ、自分が他の人とのやり取りの中で自信を身につけたりとか、何かやろうと思っていることを実現させてくれるようなそういう大切な場所だというふうに、多分インターネットがそういったものを提供してくれると、市民のニーズを直接的に満たしていると、そういうかけがえのない存在であったからこそ、まあ、あくまで海賊版対策という限定的なものではあってもブロッキングというのがふと知らないところで急に決まって起きるというようなことが出てくると、なんかドキドキしちゃうなというのが一つ感じるところだったかなというふうに思いました。で私は今ですね、ちょっと個別の例として自分が今教育分野におけるクレデンシャルということで、例えば私が資格をもらっ資格なんか検定に合格して資格をもらいましたと、でその資格を上司に見せますとかっていうときに、まあ、このようなトラストトライアングルというのが大事だよというふうに数年前まではよく話されていました。でそれがここ最近になってですね、トライアングルだけではトラストというのは成立しないと、でその中にはガバナンスのフレームワークが入ってこなきゃいけないということで、トラストトライアングルからトラストダイヤモンドに今移行している。でそれに基づいて、まあ、そのクレデンシャルのシステムをいかに構築していくかという議論がなされているんですけれども、まあ、今回もそのインターネットガバナンスフォーラムということで、このガバナンスに関わる部分にいかに着目して、それからこれを守ってくれる人は誰か代理人がいるわけではないので、まあ、一人一人ユーザーですとかそのテクノロジーに関わっていく人たちが主張したり、まあ、工夫や努力をしていくっていうところなのかなと思います。まあ、そこでちょっと今年の IGF にどんなトピックが提出されてたのかなというのを見てみたんですけれども、まあ、本当に幅広いトピックに問題提起がされています。だから市民社会が挙げる意見とか、それからそのセキュリティのためにとか、インターネットをもっとインクルーシブにしていくためにというようないろいろな捉え方がある中で、まあ、すごく幅広いトピックがあり、まあ、オフラインの権利というのは、まあ、オンラインと今も境界がないというような状況になっているんだなというのを、ここに挙げられた非常に多様なトピックを見て思いました。で、まあ、中でも今日のテーマに関係する部分でですね、このデジタルライツとフリーダルムっていうところにおいても、まあ、そのトピックの中でもさらに分類していくと、個別の、まあ、異なる非常に幅広い問題、ジェンダーや人種という観点からの権利と公平性だったりとか、表現の自由、検閲といったものが挙げられてありました。でこれを提出した IGF にこういったトピック提出した人のほとんどが、この 50% がですね、シビルソサエティに該当しているっていうのも、まあ、あるべき姿だなと思う一方で、まあ、日本では弱いと呼ばれているところでもあるかと思います。ですので、まあ、その先ほどリテラシーを上げていくという話もありましたけれども、リテラシーって言っているものは、もしかしたらそのインターネットを使って
その社会参画していく上で、まあ、守らなきゃいけないことを守ったりとか、どういった価値を大事にするか、その先ほどありましたガバナンスの中でも、その民主主義的なあの仕組みを継続していくと、それを壊さない、民主主義との関係性の中で大事にしていくということだと思うんですね。ですので、デジタルに関するこう意識を向上させていくにあたって、まあ、単純にインターネットを利用して楽しんでもらうとか、なんか物を買ったり送ったりするっていうことではないキャンペーンがもっと行われるべきではないのかなというふうに思います。で、まあ、私はメディアのことと照らし合わせて、これまでのレガシーメディアと照らし合わせて考えるのが好きなので、インターネットがトラスティッドであり続けるためにどうしたらいいのかなというのをちょっとふと思ったんですけれども、例えばですね、その今新聞っていうのは比較的メディアの信頼度としては高いというようなことだそうです。で、まあ、それもその昔から新聞が信頼されてたわけではなく、19世紀の新聞というのは嘘800を書いて扇動していたわけです。で、それが今に至るこの数百年の間にですね、信頼されるようになったのには、まあ、その工夫や努力ということをもっと具体化して、新聞がメディアとして信頼されるために必要な態度を概念化していたっていうところが大きいのかなと思い、ちょっと新聞倫理考量なんかを見ていきますとですね、その最初はこういったものは新聞で持ってなかったんだけれども、後からこういった倫理考慮を作って、まあ、これに準ずる形で業界が動いていったということが大きかったんじゃないかなと思います。で、これからその私自身、それから今回ご参加いただいている皆さんは、インターネットというのが、まあ、民主主義に関係する非常に大事なものだという認識をすでにお持ちでいらっしゃると思いますが、一方で、まあ、そうでない方もまだたくさんいらっしゃるんじゃないかと思います。まあ、そういった人たちがですね、その態度としてインターネットの自由、それから信頼というのを保つためには、その本当に高尚な目的として、そのインターネットをどう捉えて、守っていくべきかという態度を身につけることが大事で、それにのっとって一人一人がこう行動していくということが大事なんじゃないかなと思います。新聞がこういった民主主義のためにその担い手でありたいというふうに言うようになったということと同じように、まあ、インターネットに関わる人たちもこの自分自身が担い手であるというような意識を、まあ、どういう形が可能か分かりませんけれども作っていくことができるといいんではないかなと思います。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。彼女もともと新聞社にいたということもあって、その辺はあれだと思うんですが、すみません、時間が過ぎてしまいました。もう7時になっちゃうんで、まあご質問とあれば1つ2つできればお受けして、終わりにしたいと思うんですけど、どなたかいらっしゃいますか？ないですか？あ、本田さん。本田さん。はい、はい、すいません。ちょっと私がなんかすごいうぶな質問をするんですが、トラステッドであるというのは、まあ、端的にどういう、まあ、理想論というか、まあ、どういうことになるんでしょうか。どうなったらトラステッドになるのか。すいません、これ僕の個人的なあれですけど、どうなったらトラステッドっていうか、いや、そもそも信用できないんであれば、もうインターネットなんかやめてしまえって僕は思ってるんですね。で、そういう意味だと、その個人個人がどこまでその情報を頼ってていいんですかっていうところかなって、まあ、そのどこの国とは言わないですけど、そこまで操作されてるぐらいだったら、持ってない方がましと。まあ、純粋無垢な人たちが見てですね、この情報、まあ、フェイクニュースとかそういうのとも関わりますけど、そもそもネットワーク側でそういうことをやってるとフェイクニュースもそもあったもんではないんで、そこまで手を入れられてしまうんだとおしまいかなというふうに思ってますけど、すいません、その辺、じゃあ、宍戸先生、森先生、池田さん、もしあれだったら、あとそれぞれ一言ずつ、すいません、まあ、締めも含めてお答えいただけたらと思うんです、いかがでしょう。ありがとうございます。締めというふうなことなので、なんかかっこいいこと言わなきゃいけないんだろうとか、あんまりかっこいいことは言えずにですね、ただ、やっぱりトラスト
で今それこそデータフリーフローイズトラストでも言われましたけど非常に懐疑的ですよね。人に対する信頼もありますし行動に対する信頼それから制度に対する信頼もあると思うんですけれどもそのなんていうのかなトラステッドワーズ AI とかいう議論もありますけれども中身はちょっと難しいことはインターネットのことは分からないけれどもしかしやれば実は知りたいことが知れるとか発信したいことが発信できるとあれ人に連絡が届くとこのズームでこういう会議ができるということがトラストなんですだと思うんですね。でただよく言うのよく学生に法学の学生に言うのは実は後ろに機械本当に全自動で機械じゃなくて人間が動かしてるんだよと人間の思いとか欲望とか規制が動かしてるんだよということで今はもう多分そこの部分をある程度可視化していって全体として技術だけじゃなくてあるいは個々のサービスだけじゃなくて信頼ができる状態というものを作ってまた何かあった時に常に回復できるとレジリエントであると、まあ、そういったことがトラスティットということのポイントかなと思います。すいません、私から以上です。はい、ありがとうございました。じゃあ森先生お願いできますか。はい、ありがとうございます。私も全く修道先生のおっしゃる通りだと思いますが、やはりその非常にですね、その何て言うんでしょう、すごいその社会のその基盤のツールになって、みんながそこからいろんな情報を取れて、それによってその学習したり、あるいはそのこれからどうやっていけばいいのかということを決めたり、希望を持ったり、そういうツールになっているんだと思うんです。で逆に言うと、そのみんながですね、依存しているから、そしていろんな人たちのログがあるから、それを使ってその権力のある人お金のある人がですねそのいろんなことができてしまう。でそれをそのやはりそのそういったその一部の人のですねその思惑によってその多くの人たちがですねそのまあ、間違ったといいますかその混乱したりですね困惑したり立ち止まったり不安に思ったりしないようにすることっていうのがトラステッドだと思うんですね。先ほど MPA のお話をしましたけれどもあれはアメリカの映画制作者協会ですので、なんでそういうアメリカの団体がですねその日本の通信の秘密とか日本のブロッキングに興味を持ってるかっていうのは非常に不可解なわけですけれども、まあ、そういったその一部の人たちがそのインターネットに対してその特殊なその、興味を持っていてその利益を実現しようとすること、それはやはりそのなんていうんでしょうトラステッドに対する脅威だと私は思います。はい、はい、ありがとうございます。それでは池田さん。はい、このコメントについてもまた申し上げたいなと思ったことを先取りされてしまったところはあるんですけれども、それは当然なんですけれども、DFFT の T がくっついた経緯っていうのはまた別の文脈で、くっついた別の意味を持ってたっていうのは当初はあったかもしれませんけれども、翻ってこれは私はそのインターネットのもともとが持っているその性善説的な世界を表す言葉だと T っていうのは思ってます。他回復版っぽいもそうですし、サイバー犯罪とか、児童ポルノの流出とかそういった良くない事件っていうのはたくさん起こってはいるものの、それだけをもってインターネットダメだよねっていう人もいますけれども、そこの問題がきちんとフォーカスされて、その解決というところに自律的に、修先生がおっしゃったレジリエンシーを持って取り込むということが確保されている世界っていうのが、トラストのある世界だというふうに、トラステッドな世界だと、インターネットだというふうに思います。今、サイバーセキュリティの世界なんかではゼロトラストという言葉が流行って、性善説から性悪説にインターネットが変わってしまっている潮目っていうのを感じたりもするんですけれども、やはり、ここに参加されているインターネットガバナンスフォーラムに関心を持って参加されている皆様っていうのは、そういうトラステッドな性善説のインターネットっていうところの、なんていうんだろう、信奉するというか、信じている皆様だと思いますので、皆様と一緒にそういった課題に立ち向かっていければ、それこそがトラステッドのインターネットかなというふうに思います。はい、はい、ありがとうございます。それでは最後に田中さん、お願いします。田中さん、ミュートです。すいません、私は自分の話の中で、このトラストの意味が何かというふうに考えたときに、自分のニーズを満たせるというところで、安心なセーファースペースであるというところとか、コミュニティとかやり取りの中で自分が達成したいことをやれるというところかなというふうに考えていますが、その特定の利権だけが声が大きくなってしまいがちな一般の人たちの声を吸い上げる仕組みというのがないので、その人たちも一定の態度をすでに持っているわけではない
ので、まあ、それをいかに吸い上げていくかっていうのをもうちょっと一歩踏み込んで、そういったステークホルダーたちを呼んで意図的に壇上に上げていくっていうことが必要じゃないかなと思っています。本日ありがとうございました。はい、ありがとうございました。すいません、だいぶ時間が落ちちゃいまして、ひじ過ぎちゃいましたけれども、私、田中さんがさ前のプレゼントでお話ししてた代理人がいるわけではないというのが、非常に残ってまして、一番最初のセッションで IGF 何のためにやるのみたいな話っていうのは、やっぱり代理人がいないと思うとやるよなというふうに感じた次第でした。すいません、長時間にわたりありがとうございました。皆さんまたよろしくお願いいたします。